れそうな顔をされていましたけども、なんか朝いなかったですよね。そうですね。どうされたんでしょう。本当に皆さんすいませんでした。ありがとうございます。皆さん本番じゃなくてよかったな。元気ないですよね、村上。もうですね、まだ少し反省している感じが出ちゃってますね。まだ起きてないですよ。あ、本当ですか。そろそろ、はい、目を覚ましていただいて、よろしくお願いします。さあ、伝説の20球という見事なピッチングがありましたが、その後の村上さんのホームラン、確信歩きをされていましたけども、よく今シーズン確信歩き見たんですけども、あの時ってどういうお気持ちなんですか。いや、もう球見ていいかなと、気持ちいいなと思いながら歩いてます。結構余韻に浸った大沢君の前は気持ちいいなって、今日の朝も気持ちよくないですか。今どのような村上さんの気持ちなんですか。最高です。ヒーローインタビューの時に田口さんが村上さんから髪の毛が焼きそばみたいでマヨネーズかけ顔だというふうにいつも言われるというふうにおっしゃっていたんですけども、山田さん、後輩の村上さんというのはどういった選手ですか。はい、後輩の村上さんというのは、面白いですよ。ありがとうございます。さあ、続いてはよろしくお願いします。さあ、お時間が迫ってまいりました。最後に選手の皆さんそれぞれに来シーズンの意気込みをいただきたいと思います。まずは村上選手からお願いします。本当に言います。最初に今日はちょっと遅れてしまってすみませんでした。すごく反省しています。でもちょっと今日はなんかチャンスが最後でちょっとこれからたくさん前に出ることがあると思うので、切り替えて声出して喋っていきたいと思います。まず1年間応援ありがとうございました。本当にたくさんの応援のおかげでこういう素晴らしい成績と、素晴らしいチーム成績と優勝連覇と、できることができました。最後日本一になれなくすごく悔しい思いをしたので、来年何とか日本一取り返せるように、頑張ります。よろしくお願いします。もう1年間ご声援ありがとうございました。メンタルに本当に日本一になれず、悔しいというのが本当に強く残る1年でした。来年は日本一奪還できるように、キャプテンとして選手全員を引っ張っていきたいと思います。ご声援よろしくお願いします。